やれやれ、姉貴のタバコ嫌いにも参ったもんだ。すまんな、夕べからカリカリしとるんや。気にせんでやってくれんか。秀吉兄さんはいつ頃からタバコ？戦後すぐや。最初はタバコを転がしとってな、自分の売り物に手をつけてしまったわけや。じゃあ姉貴と会った時にはもう吸ってたわけだ。姉貴には随分やめろやめろと言われたでしょ。わしが聞く耳持たんもんだから、あれももうすっかり諦めよった。やはり男は強情でなくてはあかんな。普段はあそこまで短気じゃないや。いや、普段はもっと温和なおとなしい女なんやで。毎年毎年この日になると人が変わりよるんや。そうなんですか。俺らがよく知る昔からの姉貴そのものに見えますがね。そうや、後ろ三宅のエヴァに戻るんや。でもそれはわしと一緒のエヴァとは違うんや。まあカリカリする気持ちもわかります。今回は親族会議は面倒だ。そやな、あのクラウス兄さんから金を脅し取ろうっちゅう計画や。親族会議なんて名ばかりの、これはただの兄弟喧嘩や。わしも、そしてルドルフ君も社長や。社員の生活を背負っとる身や。ローザも社長ですよ。ま、道楽ですね。そうやな、失礼。つまりわしらは誰もが背負うものを持っとるっちゅうことや。俺も幹部連中の前で啖呵を切った以上、土下座して泥をすすってでも互い様や。わしもわしを信じてついてきてくれた社員たちを裏切れ、それこそクラウス兄さんの首根っこをひっつかんででも金を引っ張り出さんといかんのや。兄貴は昔っから兄貴とは犬猿だ。その兄貴と全面対決しなくちゃならねえんだから、そりゃカリカリもするだろうよ。やっぱりエヴァはクラウス兄さんとは昔っから仲が悪かったんか。本人話しませんか。そりゃもう盛大に。昔の話は
聞いても話してくれんのや。思い出したい話がないんやろな。姉貴は昔っから容量も良くて頭が良かった。成績も良かった。それに比べ兄貴は盆栽だった。ただそばにいるだけでも十分にプレッシャーだったろうに、兄貴はわざわざそれを誇示して兄貴を追い詰めていた。アホやな。なんでそない敵がい心むき出して追い詰めるんや。そういうのは容量がいいとは言わん。確かに兄貴は女に生まれたことを悔やんでた。だから男というだけの理由で当主を継ぐことが決まっている兄貴が多分許せなかったんだ。だからことあるごとに自分の方が優秀であると親父に誇示していたっけ。お父さんは古いタイプの人や、男女には差別的な価値観を持っとった。自己顕示の強いエヴァは少々嫌われてたんとちゃうか。女の学力は紅茶の砂糖にも似ていると思わないかね。ないのも味気ないが、過ぎれば紅茶の味わいを大いに損なう。
女の学力は紅茶の砂糖にも似ていると思わないかね。ないのも味気ないが、過ぎれば紅茶の味わいを大いに損なう。それはどういう意味よ、兄さん。男には男にしか務められないことがあるように、女とて女にしか務められないことがあるんじゃないかね。子を産み育て一家の主を支えるのは女でなければできぬ務めだと思うがね。女には勉強や仕事をする必要がないと言いたいの？そこまでは言わんよ。無学な女など話していても疲れるだけだ。だがあまり頭が良すぎる女はもっと疲れる。お前のように自己主張の激しい女では未来の夫もさぞや苦労すると思うのだがね。女は結婚して夫の陰にいろとそう言いたいの？余計なお世話よ。お前が親父殿を尊敬していて、その娘としてふさわしくありたいと思う気持ちは我が妹ながら見上げたものだよ。私にも尊敬できることだ。気持ち悪い。何が私よ。この間まで俺だったくせに、もう当主気取りなの？当主は私が継ぐことに最初から決まっている。にもかかわらずお前は自分も当主になれるかのように錯覚して無駄かつ暴走した努力をしているに過ぎんのだよ。暴走した努力ですって？私が大学院に進みたいと言い出すのがそんなにもおかしいっていうの？ああ、おかしいね。お前は確かに栄光ある後宮家の長女だよ。やがてはその家紋を背負って父にとって最も価値ある相手と婚約することになるだろう。だがそこで求められるのは過剰な学識ではない。夫をいたわる優しい気持ちと家事能力、そして一家の長を立てる控えめな態度だ。お前にはそれが完全に欠落している。それは後宮家の礼状として果たしてふさわしいことなのかね。私は真相の礼状のつもりなんかないわよ。お父様の仕事を手伝ってあげられる最高の人間でありたいと思っただけよ。ならそれは後宮家礼状としてふさわしくあるべきではないのかね。お前と来たらなんだね。いい年をして未だに男勝りで、家事炊事はおろか男を喜ばせる化粧一つ身につけていないじゃないか。最近は喧嘩の稽古までしてるというじゃないかね。失礼な。喧嘩じゃないわよ。武道は心の修練に最適なのよ。それに叱るべき場に出るときは十分女として気を使ってるわよ。何が言いたいのよ。女は男に仕える奴隷であれと、シャシャリ出るなと、そう言いたいわけ？それを認めるのはエレガントではないが、お前の勘違いを正すには少々毒のある言葉も必要かと思うよ。だから言い切ろう。女は男に仕えるために存在する。そして男は女を養うために存在する。女の仕事は男の背中を守り家庭を守って子を育てることだ。それは本来言葉で気づかされることではない。おのずと気づくことだ。しかしお前はいくつになってもそれを自覚しなかったな。だから社会に出る前に兄である私がその誤解を解くのだよ。感謝してほしいものだね。それは全ての女への侮辱よ。いや、いいえ、私は自分のことを女だと思ったことなどないし、女だからと甘えたことなど一度もない。私のどこが兄さんに劣っているというの？成績も経歴も何もかも私の方が勝っていて、ただ男である以上の何も持たない兄さんが私の何を見下せるっていうのよ。身の程をわきまえているか否かだよ。私は次の当主としての心構えを日々養っている。それは将来必ず必要になることだ。だがお前は違う。突に後宮の席を失うことが決まっているくせに見る必要のない幻を見ている。何がそんなに不満なんだ。仮に男に生まれようとも当主を継ぐのはお前ではないだろうに。お前は何がそんなにも不満で私に突っかかってくるのか。何が不満かですって？兄さんはいつも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 自分は当主後継ぎだからと私を見下して、そのくせ、
何事か想像し、沈黙を尊ぶのは神だけではないぞ。お父さん。お父様。フラウス、また兄弟喧嘩か。お前にはなぜに弟や妹たちを率いる貫禄が宿らぬのか。情けない。長男が聞いて呆れるぞ。申し訳ありません、お父さん。お前に足りぬのは貫禄だけではない。まだまだ足りぬ。何もかもが未熟だ。にもかかわらず一人前を気取っておる。それを語るには100年早いことを肝に銘じ、研鑽に努めよ。わしをこれ以上息子の不出来で嘆かせるでないぞ。はい、お父さんの後を継ぐにふさわしい人間になれるようさらに努力します。教えてください。私の何が劣っているというのですか。私はお父様の名に恥じない人間になれるよう今日まであらゆる勉強と努力を重ねてまいりました。どうか私にも何が劣っているのかお教えください。私はこれ以上何を身につけたならお父様に認めていただけるのですか。またその話か。お前には何度言えばわかるのだ。お前に期待していることなど何もない。女は女らしく料理や裁縫を学んでおればいい。貴様には女の心構えがないのだ。夫に仕えようとする気心が、男に尽くそうという懐疑しさが全く感じられぬ。何のための女なのか。後ろ宮家の霊嬢であることを自覚しておるのか。なのに学びたがることは男の真似事ばかり。お前の役割はクラウスの真似事ではないのだぞ。お前には自らの役割が分かっているのか。私は後ろ宮家の人間としてお父様の名に恥ずかしくない。その時点でもう間違っておるわ。貴様の役割は家を出て嫁ぎ、わしにとって有益な男を連れてくることだ。そして夫に尽くし、子を産み増やせ。夫の一族に褒めたたえられる良妻であれ。お前に男を喜ばせる何ができるというのか。茶の作法があるというのか。料理の才能があるというのか。何もない。お前がやっているのはみんなクラウスの真似事ばかりではないか。後宮家はクラウスが継ぐ。お前がそれに不満を唱えるというのなら、それはこの私に逆らうということだ。お前は我が娘でありながら父の言うことを聞けぬというのか。出て行け。感動だ。お前に後ろ宮など語らせん。感動だ感動だ。お父さん、しっかり落ち着いてください。源氏さん、水を持ってきてもらえますか。はい、ただいま。エヴァ、席を外せ。本心ではないぞ。私がなだめておく。感動だ。私の言うことが危険なら感動だ。エヴァ様、今は席をお外しになられた方が良いでしょう。親方様は今日はご機嫌がよくありません。でも
なぜに私の息子たちはこうも不出来なのか。クラウスは貫禄が足りず、エヴァはいつまで経ってもジャジャ馬だ。男らしい男はおらず、女らしい女もいない。私の育て方がいつどこでどう間違ったのか。なぜだ源氏、私は何をいつどこでどう間違えたというのか。親方様は何もお間違いになってはおりません。クラウス様はたくましいご子息に、エヴァ様は麗しいご霊嬢に成長されました。何もお間違いにはなっておりません。あれのどこが麗しいというのか。淑女どころか男の真似事ばかり。感動だ感動だ。お父さん、それは私からよくエヴァに言い聞かせたところです。エヴァもこれからは心を入れ替えてレディーとして振る舞うと約束してくれました。どうかもう少しの猶予をいただけませんか。何がレディーだ。うわ感動だ感動だ。違うわ。私が後ろ宮家の後継ぎになるんだって。あなたは私に誓ったわ。あんたは。私、後宮エヴァは絶対に後宮家の当主になるの。そしてあのムカつく高慢ちきなクラウスを見返してやるの。そのために一緒に頑張ろうってあの日私たちは約束したわ。そうね、約束したわ。私は後宮家の当主後継ぎになるってあの日にね。
父様に認められたかった。兄さんの鼻を明かしてやりたかった。そうすれば惨めな自分に決別ができると信じていたわ。そうすれば私たちの心の傷は癒えるの。その日まで頑張ろうって誓い合ったわ。なのにあなたはその約束を破るの。クズ、意気地なし、へそ噛んで死んじゃえば。自分に言われても腹が立つわね。そこまでボロクソに言われる筋合いはないわ。ならばその怒りを勉強に費やしましょうよ。怒りを力に変えるのが私の魔法。この力で何度もあなたの窮地を救い、あなたはなせないはずのことを成し遂げてきた。私の魔法がある限り、あなたにできないことなどありはしないわ。そうね、怒りはいつも私の原動力だったわ。いつからそれを忘れてしまったのかしら。私を思い出せたなら、あの魔法の力は再び私たちのもの。さあ、その怒りを力に変えて、もっともっと勉強に励みましょう。きっと私たちにはまだまだ勉強が足りないのよ。大学院に進んで、もっといっぱい勉強して優れた成績を出して、クラウスを追い詰めてやりましょう。あいつ何でもなさそうな顔してるけど、きっと心は相当追い詰められてるわ。早く身の程を思い知って死んじゃえばいいのに。そうすれば私たちが当主になれる。ルドルフは辞退してくれるわ。あの子は私には逆らえないもの。よして、もうこれ以上勉強してもお父様は私を認めてくれないのよ。どうして？お父様は私に女らしくしろと言っているのよ。私がどれだけ頑張ろうと、女である限り、たとえ私が兄さんより先に生まれていたとしても、私に当主を譲ることはないのよ。私がどれだけ努力を重ねようとも、私は女以上の何者にもなれない。認められない。何の努力もしない兄さんを超えられない。永遠に見下され続ける。お父様もクラウスも最低の男尊主義者だわ。早く死んじゃえばいいのに。ありがとう。もう結構よ。こうとなったらお父様が驚くような淑女になってやるわ。兄さんなんかとは比べ物にならない立派な男を探して。ダメ、そんなの。お父様は少なくとも今は女に当主を継がせないと言っている。でもそれすらも所詮はお父様が決めたルールでしかないの。お父様が決めた以上、それを破棄できるのもお父様。人の気持ちなど浜野正子が尽きるよりはるかに早く変わるわ。クラウスが愚鈍な男であることは私たちが立証しなくても
やがてお父様も理解する。その時、男女の境のくだらない垣根は、それを設けたお父様によって取り払われるの。その日は必ず来るわ。どうして必ずなんて言えるのよ。それが私の魔法だから。あなたが信じてくれさえすれば、この魔法は必ず奇跡を呼ぶの。私の魔法の源は、あなたの信じる心だけ。私思ったの。私には当主は告げないかもしれないけれど、私は女で子を産むことができるわ。そして兄さんには未だ縁談もない。もし兄さんに子供ができず私だけが子供を産めたなら、兄さんの次の当主は私の子供ということになるでしょ。それはつまり私が兄さんから当主の座を奪うのと同じ意味にならないかしら。本気で言ってるの？ええ、本気よ。少女時代からの決意を捨てるのは確かにとても悲しいこと。私の少女時代そのものであるあなたを裏切るのは私も心苦しいわ。でもそれが一番現実的なのよ。夢を捨てるの？そして私も捨てるの？捨てるんじゃない。私も大人になってあなたと決別する日が来たということよ。そうね、エヴァはもう大人になったわ。魔法の使い方さえ忘れてしまった。今は一児の母、自ら夢を叶える魔法を忘れ去ってその夢を息子に押し付けている。自らの人生をお父様やクラウスによってめちゃくちゃにされたくせに、あなたも自らの夢を息子に押し付けてめちゃくちゃにしようとしているの。それが大人というものなの？ジョージはどこに出しても恥ずかしくない自慢の息子よ。私には叶えられなかった夢をジョージなら叶えられるかもしれない。ジェシカなんて成績も貧困も不良じゃない。それに女なのよ。ジェシカさえ辞退してくれればジョージが後継ぎになることだって。だから私自らが復讐するわ。ルドルフとローザを味方に兄さんから金をせしめようという計画があるのをきっと一矢報いることができるわ。何しろ兄さんがお父様の資産をつまみ食いしているのは確かなんだから。つまんない計画、そんなのさっさとやめて泣き寝入りでもしちゃえば。私たちは後ろ宮家の当主になるの。その夢をごまかさないで。だから絶対に叶えられると私を信じて、私の魔法を信じて。信じたら魔法は力を持つのかしら。うん、私の魔法はどんな願いも必ず叶えるの。信じるわ。信じるからその魔法で奇跡を起こして。そうでなくちゃ私の心の傷は永久に癒されない。うん、なら
よく聞いて。私の魔法の言葉、そしてそれを理解して。謎が解けたなら私たちは後宮家の当主になれるの。だから耳を澄ましてよく聞いて。エヴァ姉さん、そろそろ着くみたいですよ。ごめんなさいね。寝ぼけてたわ。驚かせてしまってごめんなさいね。エヴァおばさん、ぐっすりでしたね。朝はだいぶ早かったんすか？まあね。恥ずかしいところを見せちゃったわ。ごめんなさい。眠れるくらい余裕があるのは大したもんだぜ。バートラなんか、ずっと落ちるーったの、沈むーったの、全く退屈しないやつだぜ。うるせえな。人間誰しも、苦手の一つや二つくらいあるもんだぜ。しっかりしろよ。親父たちの顔を見れば、眠気もすっ飛ぶさ。せいぜいお互い頑張ろうぜ。そうね、特に今年はしっかりしないとね。だな、お互い鉄の穴を引き締めてかかろうぜ。母さん、荷物を持つよ。甲板に上がろう。ありがとう。ジョージは本当に気が利くわね。どうして急にお礼なんか。母さんらしくもない。エヴァ、ジョージ、到着やで。荷物をまとめるんや。はい、到着。こら、マリア、転ぶから走るのをやめなさい。どうしたの、母さん。具合悪いの。ジョージ、荷物を持って先に行ってなさい。母さんは貧血だろ。わしが肩を貸すわ。そう、わかったよ。先に行ってるよ。どないしたんや、神妙な顔して。私、ジョージを自分の復讐の道具にしてたんじゃないかしら。私の兄さんに対する子供じみた敵対心のせいで、あの子の人生を自分のおもちゃにしてしまってはいないかしら。ああ、私はなんてことを。そんなことあらへん。ジョージはどこに出しても恥ずかしゅうないわしらの自慢の息子や。仮にエヴァの思惑が多少混じっとったとしても、結果往来っちゅうもんやないか。エヴァはなあもう悪うない。むしろジョージは厳しくしつけてくれたと感謝しとるくらいやで。本当にねえ、本当ジョージは私のこと嫌な母さんだと思ってないかしら。ねえ。そんなこと、ただの一度も口にしたことあらへんで。エヴァの杞憂や。秀吉様、皆様下船なさっておりますよ。おや、何か落とし物ですか。お手伝いしましょうか。
すまんな。ちょっとわしのネクタイピンがいかれてもうてな。もう大丈夫や。すぐ行くで、外で待っててや。そうですか。それでは表でお待ちいたしております。そろそろ行こうか。ジョージたちを心配させてまうで。私本当にジョージに恨まれてない？ああ、恨まれてなんかあらへん。むしろ感謝しとるぞ。悪い夢でうなされたんか、また。それは夢や。わしが一緒にいる。こうして手をギュッと握っとったら、そんな夢もどっか行ってしまうで。な、ほら。痛いわ。ありがとう。もう平気よ。降りましょう。降りようか。みんな待たせてるで。ごめんなさい。ん？さっき、あなたのタバコの煙のこと、怒鳴ってごめんなさい。普段ならそんなことで謝らんくせに。悪い夢見た後のお前は気弱でいかん。気にするなや。お前に煙が届いていることを気づかんかったわしが悪いんや。私のこと嫌いになった？ならんならん。この程度で嫌いなんて言うとったら3日もたんで。ささ、たったたった、折れるで、折れるで。秀吉様、エヴァ様、大丈夫ですか？お体が優れませんか？大丈夫ですか？体調が気になられるようでしたら、南條先生をお呼びしましょうか。ありがとう。ちょっと貧血気味でね。もう大丈夫よ。婦人病中やっちゃ。気にせんといてや。もう、そんなの人に言わないでよ。恥ずかしいわ。おお、すまんすまん。どうぞエヴァ様、お手を。ありがとう。六軒島へようこそいらっしゃいました。お帰りなさい。私は何のために生きてるの？何をどうすれば私はこの妄執から解き放たれるというの？